ちょっとすいません、あんまり綺麗な絵ではありませんが、これ熊の糞ですね。今年ね、あのケンカ類ってどんぐりの仲間が不作なんで、これ多分銀なんすかね、大量に食ってますね。柿もある。ちょっと古いな、あ、柿も入ってる。柿の種も入ってます。まあ、クマの糞こんな感じで未消化物が大量に出てきますね。食えてんのかなっていう、栄養になってんのかなっていう感じのものが結構出てきます。はい。こりゃなんだ、これも糞だけどヘビが入ってんな。しかもヘビ食ってるけどほぼ消化できてない。うん、タガチホっすね。タカチホヘビを食べて糞してますけど消化できてない。これサル糞かな、なんだろうこれ。実家は何、まあ、なんかちょっと古くて風化しちゃってるんで何だか分かりませんけど、タカチホヘビを食べているサルかなかなんかの糞ですね。おもろ、消化できないんや。ちなみにこちらがね、猿の糞、オブジェみたいに言ってますけど、これどういう仕方をしたらこんな糞になるんでしょうか。今日は伊予さんたっての願いで山に来たんですが、いきなり登山道が見つかりませんスタートから5分ぐらいで迷いましたね。まあ、皆さんもね気をつけてください。なんか登山道の入り口までが難しいとこみたいなんですけど、なんか今走ってったな。何やったろ、何だったかな。今年はね、クマがいっぱい出てるんで、皆さんもクマ鈴つけて山入りましょうね。じゃなさそう。めっちゃ迷ってます。登山道を探すまでが大変そうですな、これは。よし。ここが何なんだろうな。なんか、モミジみたいなのもあるし、山椒も植わってんな。石垣もあったし。うん、昔の人の家かなんかもしれないですね、これは。これ山椒だよな。多分この先端のとこ鹿が食ってますね。まあ最近スマホがあるんでね、Google Earth の、Google マップの地形図とか見てたら、まあ大体わかりますけどね。まあ携帯の電池切れに注意です。はい。山登りとかハイキングとかじゃないね、これは開拓ですよ。これお、なんか道っぽいのあんな。なんか皆さんがホラーとか言ってますけど、皆さんもね近所の山入ってみると面白いっすよ。その昔のね、人の生活の痕跡がこう残ってるんですよね。これも多分道だろうけど、今はもうイノシシとかに掘り返されてて誰も使ってなさそうですね。沢があるな。めちゃくちゃ溜まってる糞がありますね。多分これカモシカだろうな。カモシカはこんな感じにね溜めて糞するんですよ。まあ、案外鹿の糞かもしれませんけど、うん、こういうパラパラの糞がいっぱい溜まってたら、まあ、カモシカかなっていう感じで見てもらえればと思いますね。これはねイノシシの骨ですね。結構若めかな、1歳ぐらいかな。死んでますね。トンコレかな、トンコレで死んだんかな。もうこれ白骨化してるんでさすがに報告はちょっとしませんけど、イノシシのほぼ全身分の骨だろうな、これが残ってますね。いやー今年はね結構やっぱりイノシシ山の中で死んでるみたいで、見つけてる人がいっぱいいますね。まあ死後のね期間が経過しているとあんまりウイルスも検出できないんですよね。だからなんで死んだかっていうのは多分わからないんですけど、もうこうなっちゃうとね。まあイノシシの頭骨こんな感じですね。頭部一応その犬歯が見えますけど、やっぱまだ小さいですね。いつ頃死んだんかな。まあ多分この辺だとどうかな、夏初夏ぐらいに死んだのかな。
感染の拡大がその頃だったらそのぐらいに死んだかもしれませんけど、やべえ、ここは沼です、やばい。ちょっと伊予さん、向こうから回った方がいいかもしれない。やっぱりなんか昔の人が生活してたんでしょうね、この辺は。ピンクテープがありますね。やっとかな、これが登山道なんだろうな。やっと見つけました。やっと普通の山登りが開始されますね。これですか。もう20メートルで道が消えましたね。これは去年一昨年の台風だろうな、多分。ちょっと先が思いやられますが、行くしかないか。ここから行くのかな。また熊の糞ですね。熊糞とね、これ隣にあるのなんかな、別の獣の糞のように見えますね。なんだろう。この右のが熊糞です。この右のでかいやつね。何食ってんのかな。やっぱ今年熊、痕跡多いですね、これ。これ左の何の糞かな、これ。猿じゃないな。中型哺乳類でしょうけど、なんだろう。なんかの種なのかな、これ。なんでしょうね。あと動物の毛も入ってんの、これ。やっぱ死んでるイノシシ食べてんのかな。かなり入ってますね、動物の毛が。はあ、また道が発見されました。多分ここだろう。ここを登っていこう。いきなり熊糞2つ見つけてるんでね、不安ですけど。イノシシの死体もあったし。まあ登ってみましょう、何が出るか。また動物の糞です。でかいな。何でしょうか。中型哺乳類の糞むずいんすよ。なんかこっちはデイジョウだな。なんだろうな。ちょっとわかりませんね。これもかなり古いけど、そうっぽいっすね。いや、これやっぱ穀物だよな。なんだろう。かなり人工的なもの食ってそうですけど。なんだろう。やっぱ動物の毛も入ってんな。あー、この辺は何だろう、なんかの種。あ、ギナも入ってる。うん、ギナ入ってますね。これも熊の糞だな。やっぱ三つ目。これ熊いますよ、やっぱり。いっぱい。すごいな。しかし何だろう、この穀物みたいな、この種みたいなやつ。何すかね、これ。これ何なんでしょうか。これはね、ああ、どっちも混ざってるかもしれないけど、鹿かな。樹皮剥ぎですね、これ。杉の。これ、ちょっと熊がやったのか、鹿がやったのか、ちょっと微妙だな。微妙ですけど、まあ、こんな感じでね、樹皮を剥がれる被害が結構あってね、鹿とか熊とか。こっちもそうですね。これ結構いい木なんだけどな。根元やられちゃうと木が腐っちゃって、その樹木の価値がね、かなり下がるっていう、まあ、被害があるんですよ。なかなか厳しいですよね、これ。山の中守りようがないし、まあ鹿が多い地域、熊が多い地域だとこういう痕跡がね、まあいっぱいあるんですよ、これ。そこかしこにね、あの木もそう。というか、これほとんどやられてるな、これ。これもそうだし、うん、という状況もですね、まあ、山に入ったら分かります。はい。ああ、これもひどいな。最近の林業は大変ですよね、これ。向こうもそうだ。ていうか、やっぱほとんどやられてんな、これ。これ何でしょうね。赤ゲラか何かが穴を開けまくってますね。まあ、この木は枯れてるんですけど、枯れ木に入ってる虫を食べるんですよね。枯れてる木とはいえ、やっぱすげえよな、これ。ドリルのように開けてますね。スズメバチです。でかいし、でかい。気をつけましょうね。ああ、なんかちょっと違うよね、これ。なんでしょうね、この触覚クルンってしてるとオスなんですか。9月とか10月ぐらい。まあお気をつけください。これ巣なのかな。なんかこの辺でたむろってますね。見てるね。